年齢確認いいですか？は？何か身分証とか？あ？何よお前。いや、すいません。規則ですから。いや、そんなのされたことねえから。なあ、ああ、いつも変えてんだけど、普通に。いや、ま、そうかもしれませんけど。一応。何？俺たちが未成年に見えるわけや、お前。いやいや、そういうわけじゃなくてですね。ほんと、その、ルールなんですよ。こいつなんか面倒くね？わかる。外に止めてあるバイクお兄さんたちのですよね。なら、免許証とか。なら、いつも持ってるわけねえじゃん。ええ、でも、まあ、持ってる。いや、今日はねえな。あ、じゃあ明日持ってくるからさ。それでいいじゃん。今日売ってよ。いや、そういうわけには。まあさ、何？うぜえんだけど。いや、すいません。いや、ごめんごめん、寝ちゃってたわ。深夜ってなんか眠くなる。ん？三山さん。ん？どうしたの？ことかい？いや、その、何？お前店長？はい、そうです。いや、バイトでしょ。タバコ買いてんだけどさ、売ってくんねえの。なんとかしてくんね。身分証忘れてきちゃってさ。え？いや、無理ですよ。だって未成年じゃん、君たち。は？身分証あったって未成年には売れないでしょ。ウケる？何それ？未成年ギャグ？ちょ、三山さん。お前、舐めてんのか？おー、なんかうるさいなと思ったらすごい数じゃん。何あれ全部仲間？そうだよ。ちょっとさ、移動させてくんない？は？いや、店の前であそこまで溜まられたら他のお客さん入ってこれないでしょ。お前、外来いよ。ええ、嫌なんですけど普通に。いいから来いよ。え？しょうがないな。三山さん。大丈夫大丈夫。あ、ちゃんと出勤扱いにしといてね。ええ。おー、爽快ですな。お前、さっきから舐めてんのか、その態度。舐めてるよ。てめえ。やるなら来いよ。相手になるぞ。上等だよ。何してんの？うるせえんだけど。レン君。お？なんで店員と揉めてんの？いや、こいつがさ。店員さん、ごめんね。ん？いいよ、全然。そう。だから、この数は迷惑だからさ、移動させてくんない？あー、確かにこの数は迷惑だよね。すぐどっか行くからさ、おまわりさんには言わないで。移動させてくれんならいいよ。よかった、優しい店員さんで。まあ、優しさには定評あるからね、僕。可愛い顔してんね。本当に男？よく言われるね。可愛い？可愛い。それで喧嘩強いなんて嘘みたい。ん？喧嘩？喧嘩強いでしょ。まさか、このなりで強いわけないじゃん。ええー、でもここら辺じゃご飯の指に入るんだよね。最近揉めた関西のチーム、社用会だっけ？瞬殺だったんでしょう、トップ同士のタイマー。ええー、意外と情報通なんだ、店員さん。まあ、趣味ですな、趣味。店員さんこそ、とてもヤクザには見えないよ。ん？え？ヤクザ？最年少で一夜会の若頭にまで上り詰めた男。漫画みたいだよね、ほんと。何のことだろう。僕は善良な一般市民さ。そう。おお。やっぱ強いね。初見で避けられたことあんまないんだけど。場所を移動させてくんない？駅の蓮くん。また、改めて挨拶に来るよ。よく言うやん、水筒。水筒通ってなんか、結構定番やと思うんやけど。もう。じゃあなんて言うの、好き、好きって言う伝えるとき。好きじゃん。え、何それ。好きっちゃけど。じゃあひろとくん好きってちょっと伝えてみて。その博多弁で一回ちょっと伝えてみて。